ハワード・フリップス・ラブ・グラフト作翻訳 The g r e a t e s 闇をさまよう者ロバート・ブロックに捧ぐ我砕き宇宙の大口を開けるを見たり そこは暗き惑星のあてどなく回り恐怖より目をそらすすべもなく回り地も後期も名もなくして回るばなりネメシス慎重派の調査員ならロバート・ブレイクの死因は 落雷内しは放電が施した広範な神経ショックであるという世間一般の心情に異を唱えるのをためらうだろう。確かに彼の面前の窓は割れていなかったが自然というものはこれまでにも多くの奇怪な芸当をやってみせたではないか。 彼の顔にに浮かんだ表情にしても、何かよくわからない筋肉の収縮によって簡単に起きる種類のもので彼が見たものとは無関係でありうるのだ日記の記載の方は明らかに地域の迷信と彼が暴いた何らかの古物によって 映し出されたとっぴな想像の産物であるフェデラルヒルの廃墟会における変則的な状況について言うとそれを見せられた精神分析医たちは何かのでっち上げであり意識していたか否かは置くとして少なくともその一部にはブレイクが こっそり絡んでいたのだとさっさと結論づけた。というのも結局犠牲者は神話夢恐怖邪教といった分野にのめり込んだ作家兼画家で怪奇で亡霊じみた風景と効果をひたすら追求していたからだ。 彼が以前言ったこの市における宿泊はそれは彼同様に神秘的な禁断の知識に深く没頭した奇妙な老人を訪ねるためだったが死と炎の中で終わったのでありミルウォーキーの自宅から彼をここに連れ戻したのは何か病的な本能だったに違いない。 日記の中の前日とは逆に彼は昔話を知っていたのかもしれず文学上の誤りを受けるはずだった大汚乱が彼の死によってつぼみのうちに摘み取られたということなのかもしれないしかしながら証拠全部を吟味し関連づけたものの中にはより合理性を欠く常識外れの 説にしががみつくものがないではない彼らはブレイクの日記を額面通りに受け止める傾向があり疑いなく抹消な教会の古い埋葬記録や非正統的で反感を買っていた星の知恵共派が1877年まで確実に存在したこと。エドウィン M. リリブリッジという名の詮索好きな記者が1893年に失踪した記録といったいくつかの事実に重きを置きたがっている何よりも彼らが重視するのは若い作家の死に顔に浮かんだ集会でゆがんだ恐怖の表情だった廃教会から持ち出してきた 奇妙な具合に角のついた石を異様に装飾された箱ごとワに投げ込んだ人物こそまさにそういった説の信者が極端な競技心にまで至ったものである問題の石と箱は本来ブレイクの日記がそれらがあったとする塔ではなく先頭窓のない 暗い戦闘から見出された「公私ともに随分是非死を受けながらこの人物風変わりな民話を好む評判の良い医師は断固として自分は放置するには危険すぎるものを地上から取り除いたのだと主張した」。 これれれららのいずれを探るかは、読者自身に委ねられている。新聞各紙は手で触れるようなものについては懐疑的な論調で細かく触れたがロバート・ブレイクが見たあるいは見たと思ったあるいは見たと偽ったものの描画は相手にしなかった。 ブレイク青年がブロビデンスに舞い戻ったのは1934年から1935年にかけての冬で枯れ違い外れの緑濃い宅地にある古ぼけた住宅の上の階を住まいとした東側の大きな丘の稜線の上でブラウン大学のキャンパス近く大理石造りの 図書館の売れ手にあったそこは快適かつ魅力的な場所だったどこか村のように古種のあるこじんまりとしたオアシスで手ごろな納屋の屋根には人懐っこい猫たちが思い思いにひなたぼっこしていたかどばった ジョージ王朝風の家には越後屋があり戦場の彫刻のある古典的な小口小さなガラスをはめた窓といったあらゆる19世紀初期の作りをしていった屋内には6枚板の扉や幅広い床板やコロニアル様式の 湾曲する階段やら向きの白い路角があり裏側の部屋は三段下がったところに作ってあったブレイクの書斎は南西の大きな角部屋で南の窓から前庭を見下ろせた西の窓はその一つの前に彼は机を置いたのだが 丘の頂上から突き出す形になっていって下町の屋根の広がりやその背後に燃える神秘的な夕焼けの華麗な展望が見渡せた遠い地平線の上には開けた郊外の板が紫に染まっていたその手前ここから3キロくらいのところに幽霊のような ペラデルヒルが盛り上がりぎっしりと林立する屋根や戦闘がなざめいた遠いアウトラインを描いていった街に煙たなびく時それらは幻想の姿へと巻き込まれてゆくのだブレイクは何か未知のエーテル界を見ているような奇妙な感覚を受けた ひとたび彼自ら作し出した足を踏み入れてしまえば夢と消えるとも消えぬとも知れない世界を蔵書の多くを送るよう実家に手紙を出すとブレイクは著述と画業のため居住区に似合いの古い家具を買い入れた。 一人で暮らし簡単な家事は自分でするようにしたアトリエは腰屋根のガラスから良い光線が入る北側の屋根裏に構えた最初は冬の間に彼は最もよく知られた五本の短編を戻し地に潜むもの洞窟の階段 社外ナスの谷」「星より来たりて喰らうもの」および七枚のガンバスを描いた「名城しがたい人ならぬ怪物」や「地球のものではない全く異質な風景」の秀作だった日が沈む頃彼はしばしば机に座り 西に広がる景色をうっとりと見つめたものだったすぐ眼下のメモリアルホールの位とジョージ王朝風の裁判所の鐘楼下町地区に立つ優雅な小銭塔そして遠くに揺らめく銭塔に飾られた丘の身も知らぬ街路と入り組んだ破風の群れが 彼の無双を大いにかきたてたわずかな地元の知り合いが彼に教えてくれたのだが遠くの坂になっているところは大きなイタリア系住民の居住区でしかし家の大部分はヤンキーやアイルランド人自体の遺物だという彼は時折 手の届かぬ彼方にある煙渦巻く幻の国に双眼鏡を向け屋根や煙突や先頭を一つ一つ見てはそれらが宿す奇怪な謎について思いにふけったものだった工学的な助けがあってもフェラデルヒルはどこかしら異質で半ば 伝説のような感じがし、ブレイク自身の小説や絵画に出てくる非現実の手に触れることのできない不思議に結びついているかのようだったのだこの漢字は丘が紫に暮れダンプの火が灯る黄昏となり裁判所の投稿証明と インダストリアルトラスト社の赤く燃える航空標識が夜をグロテスクに染めた後まで長く残った遠いフェラデルヒルにあるものの中でブレイクを何より魅了したのはとある黒く大きな教会だったそれは日の高いうちから際立って見え 夕暮れともなれば燃え上がる空を背景に巨大な塔と先塔とごっごっと喫立させていたのだ小高い土地に立っているようで赤茶けたファサード斜めから見える北側の傾斜屋根大きな尖り窓の先端部が周囲にこすれ合う植木と 煙突陶器を圧していた常ならぬほど厳粛かつ簡素な石像と思われるその建物には一世紀ないしそれ以上の風雨と蔓延が跡を残していた双眼鏡で見る限り壮麗なアプチョン期に成功するゴチック復興期の 実験的な様式でジョージ王朝時代の外観と比率からある程度の影響を受けていったおそらく1810年から1815年ごろに建立されたのであろう人をはねつけるようなその遠方の建物を観察して ブレイクは数ヶ月の間に奇妙な興味を募らせていった大きな窓に明かりがついたことがなかったのでそこが無人であると分かった見れば見るほど想像力をかきたてられてゆきついには奇妙な幻想を抱き始めたのだ 彼はその地にぼんやりとした独特な拒絶のオーラが立ち込めていると信じた。鳩やツバメすらそのくすんだ保護を避けるのはこのためだ。双眼鏡で見ると付近の他の塔や小楼にはたくさんの鳥の群れがいるのに、ここには決して止まらなかった。 少なくとも彼はそう思って日記に書いている友人たちにこの場所のことを指摘してみてもフェラデルヒルに住んだことがあるものやその教会が何かあるいは何だったのかわずかでも知っているものはいなかった春になるとブレイクは 大きな不安に苛まれるようになった長く温めてきた小説のプランを文章にし始めたのだがメイン集に魔女の宗派が生き残っているという措ち立てだったどういうわけか筆が進まないのだますます西向きの窓の前に座って、 遠くの丘に立つ鳥を寄せつけない威圧的な黒い銭湯を眺める時間が長くなっていった庭の枝えら,えらに柔らかな若葉が芽吹き世は新しい美に満ちただがブレイクの不安感は募る一方だった好みを持って位置を横切り 伝説の坂を登って、煙に覆われた夢の世界に行ってみようと思いついたのはその時である4月遅く永遠に影砕きワルプルギスの刻の直前ブレイクは未知へと初めて旅立った果てしない 下町の街路をとぼとぼと通り抜け衰弱したスクエアを後にしやっと幾世紀もの時の流れにくたびれた階段とよどんだドリア風の張り出し玄関とガラスの曇った帳筒のある上り坂の本通りに出た彼は思ったきっとこの通りは 久しく知るたどりつけえぬ霧の彼方のこの世界へと導いてくれるに違いないと彼には意味のわからない薄汚い青と白の道路標識があったふらふらと歩き回る人の群れの顔は異様に暗く幾十年の風雨にさらされた茶色っぽい建物にある 店屋の上には異国の看板があった遠くから見えたものはどこにもなく再び彼は「遠望したフェラデル・ヒビは生きた人間には踏み入れない無限界なのではないか」と半ば想像したのだ時折ボロボロになった教会のファサードや 崩れた先頭が見え隠れしたが探している黒塗りの大キャランではなかった一人の店主に大きな石の境界のことを尋ねたが店主は英語が達者なのにもかかわらず微笑んで首を振った坂を登るにつれ界隈はますます異様になっていた いつ果てるともなく南に伸びる薄気味悪い茶色の小道が織り成す困惑の迷路たち大通りをさんも横切ったろうか見慣れた塔がちらりと見えたように思った再び商人に石像の巨大な教会のことを聞いたが 「今度はそんなのは知らない」という言い訳が偽りであると断言できた暗い男の顔に隠しても隠しきれない恐怖の影がブレイクは男が右手で奇妙な印を結ぶのを見た突然左に黒い先頭が見えた トンテンを背景にとぐろを巻く南向きの小道の輪郭をなす茶色の屋根の列から頭抜けて立っていったブレイクはそれが何かすぐに見てとると表通りからむさ苦しい舗装のない小道に入りそちらに向けてずんずん登っていった。 二回道に迷ったがどういうわけか長老や戸口の階段に座る主婦たちや日の当たらぬ小道で泥だらけになって叫び遊ぶ子どもたちにさえ聞く気にはなれなかったとうとう彼は南西方向に塔をはっきりと認め小道の奥に暗く 大きな石の建物を見た今彼が立っているのは吹きさらしのスクエアで丸石が古風に敷き詰められ向こう側は高い精度の壁になっていったここが探し求めていた場所だ壁が支えているのは鉄の柵で仕切られた草ぼうぼうの広い高台 周りの町からたっぷり2メートル弱高くなった隔離された小世界であり新たな視点から見てもその上に立つ厳格な大いなる建築物を見まごうことはなかった無人の境界はひどく荒廃していた背の高い 控え壁の中には崩落したものもあり繊細な超火のいくつかは茶色の雑草の中に半ば隠れていた石造りのマリオンの多くが失われているにもかかわらず続けたゴシック種の窓はほぼ破られずに残っていたブレイクは 世界中共通な男の子の習性から考えて曇った色ガラスがこれほど良好に保存されているのはなぜだろうと不思議に思った重々しい扉は無傷で固く閉じられていた盛りつつの壁の上にある錆びた鉄柵が土地を完全に取り囲んでおり スクエアから数段階段を上ったところにある門には南京城がかかっているのが見えた門から建物までの通路は完全に雑草の下だったこの土地は冠位のような荒廃と衰弱で覆われ鳥の寄らぬ人、との生えぬ黒壁にブルイクは 自らの力では定義することのかなわぬぼんやりとした邪悪を感じ取っていたスクエアにはほとんど人がいなかったが北の端に巡査を見つけたので近寄って教会について聞いた彼はアイルランド系の創建な男でそのくせ十字を切って 誰もその建物のことは話しませんよとつぶやくだけだったのが何とも奇妙だったブレイクがもう一押しすると彼は口早にイタリア人のお坊さんがミなに警告しましてね昔あそこには途方もない悪が住んでいて そのわずかに残っているのだと言い切ったんですと語った彼の父親も自分が子どもの頃を聞いた何かの音と噂を覚えていて彼に話してくれたというそこにはかつて古の悪の教派、違法な連中で知られざる夜の深淵から 恐るべき者どもを呼び出したがいた呼び出されたものを巧妙な宋に払ってもらったが一方では光だけがそれらを払えるのだというものも確かにいたオマリー神父が存命だったらいろいろ話してもらえただろうだが今は放っておくしかない それは今では誰も傷つけないしそれの持ち主は死ぬか遠くに行くかしてしまった77年に住民たちが近所の者が時折失踪するのを気にし始めて脅しをかけたら連中はドブネズミのように逃げ出した継ぐ者もいないのでいつか市の当局がやってきて 財産を差し押さえるだろうが誰であろうと触ったらろくなことにはならないだろう暗黒の深淵に永眠すべきその者どもを起こさぬように何年でも倒壊するに任せておくのが良いのだ巡査が行ってしまうと彼は立ったまま戦闘を持つ陰気な大建築を凝視した。 この建物が他人にも自分同様邪悪に見えると知って彼は興奮しおまわりさんが繰り返した昔話の裏面にどんな真実の欠片があるのだろうかと思ったたぶんそれらはこの場所の不吉な様子に起因する伝説にすぎないのだろうがだとしても まるで彼自身の小説の一つが不思議な生命を得たようなものだったからだ雲がまばらになってゆきその隙間から午後の日がさし込んだだがこの高台にそそり立つ古い教会の汚れすすきた壁を照らすことはできないようだった 鉄の柵で囲まれたこの地では下映えが茶色く擦れたまま緑なす春が訪れていないのがまだ不思議だった気がつくとブレイクは森土の壁と錆びた柵ににじり寄ってどこか侵入経路がないか調べていたこの黒塗りの境界には きしががたたいほどののの恐怖の誘惑があったのだ。階段近くの柵には空いているところはなかったが北側に回ると何本か横棒がなくなっていた階段を上ったところから柵の外側の縁を上って歩けば隙間が空いているところまで行けそうだった。 住民がこの場所をそんなにひどく嫌うなら邪魔が入ることもないだろう彼は森土に乗り誰にも見とがめられずに柵のすぐそばまで入り込んだそこから見下ろすとスクエアの何人かが右手で大通りの店主と同じ仕草をしながら後ずさるのが見えた 窓がいくつかパタンと閉まり太った女が街路に飛び出して子供たちをペンキを塗っていない乾燥屋に連れ戻した柵の隙間は糸もたやすく通り抜けられしばらくして気づくとブレイクは枯れ葉で達した場合に足を取られながら背底をこぎ進んでいた。 あちらこちらに墓石の根元が朽ちているところを見るとここは教会の埋葬地であったらしいだがそれは遠い昔のことに違いない近くから見る教会の建物は険しくそびえ厳しい圧迫感があったが彼はそんな気分を振り払ってファサートに近づき そこの三つの大扉を試してみようとしたどの扉も厳重に閉鎖されていたので小さなもっと侵入しやすい入り口がないかとギュプロス式の建物の周りを探ったそんな時でさえ自分が本当に後輩と影に憑依された そのの地に入りたがっているのかとくとはわかっていなかったしかしその異質さが彼を無意識のうちに引きずっていったのだ裏にある地下貯蔵室の窓が無防備にぽっかり口を開け都合のよい開口部を作り出していった中をのぞき込むと 地下の雲の巣とほこりがかげった西日にわずかに照らされていたガラクタ古い樽崩れた箱そしておびただしい種類の家具が彼の目に入りしかしそれら一つ一つの上にほこりが積もってすべての輪郭を丸く見せていたさびついた 暖房吹き出口がこの建物が使用され管理されていたのはヴィクトリア時代中期までだということを物語っていた自分が何をしているかほとんど意識しないうちにブレイクは窓から入り埃りに覆われたガラクタだらけのコンクリート床の上に落ちた。 友状のかかった地下室は大きく仕切りがかなかった右奥角の暗い影の中に黒く弓道が見え明らかに上の階に向かっていた巨大な幽霊じみた建物の中に実際にいることで奇妙な圧迫感があったが我慢して注意深く周りを見回した 埃の中からまだしっかりしている樽を見つけて空いている窓のところまで転がしてゆき脱出に備えようというのだ次に気を引き締めて雲の巣が花飾りのように垂れる広い空間を横切ってアーチのほうに向かった。 そこら中に舞うほこりに半ば息を詰まらせ幽霊のような細い雲の巣に全身を覆われながら彼はアーチにたどりついてまめずした階段を暗闇の中へと登っていった照明を持っていなかったので慎重に手探りしながら進んだ。 鋭く曲がった後で前方に閉じれた扉を触れ少しくいじってみると昔のかけ金であることが分かったそれは内開きで奥には虫食いだらけの側板で仕切られた回廊が薄暗い光を浴びて見えた一階に上がるとブレイクはせっかちに探索し始めた 内扉は全て施錠されておらず彼は自由に部屋から部屋へと移動することができた途方もなく大きな新郎は何とも不気味で箱型の回収席祭壇砂時計の説教壇反響板がほこりにまみれていた 環境板を支える雲の巣だらけの太いロープは回廊の尖ったアーチの間を通って1階のゴチック式円柱に巻きついていったこれら全てが静かな光背の中に沈み異様な半ば黒く塗られた光神の窓ガラスから斜めに差し込む午後の日に照らされて おぞましい鉛色に染まっていたそれらの窓の絵画はあまりにひどくすすで覆われていたので何を描いたものかブレイクにはほとんど読み取れなかったが分かったわずかな例はどうにも好ましくなかった衣装はおおまかにいって伝統的なもので 彼の暗い象徴主義に関する知識から何らかの古代の原型により多く関わるものであることが分かった。何人かの成人ははっきりと批判の対象になるように表現されており窓の一枚は単なる暗黒の空間でその中に奇怪な狂気が散りばめられた。 いくつかの螺旋があるだけだけった振り返って窓から離れたブレイクは祭壇の上方にある雲の巣に覆われた十字架が普通のものではなく古代のアンクないしグロキエジプトのアンサタに類似していることに気づいたブレイクは後ろの 個人脇にある制御室に朽ちた机と白樺が生えたバラバラになりつつある書物を収めた天井まで届く書棚を見つけたここで彼は初めて具体的な恐怖に襲われたそれらの書物の題名が彼に多くを物語ったからだ それらは正気な人間のほとんどが聞いたことすらなくさもなければビクビクとした人目をしのぶささやきでのみ耳にしたことのある黒き禁断の書だった人類の若彼氏頃あるいは人類誕生以前の白面の伝説時代から時の流れに沿って滴り落ちた 不可な秘密と有史以前の細分を蓄える禁止された恐怖の宝庫であった彼自身そういった書物を数多く読んでいた「忌まわしきネクロノミコン」のラテン語版「邪悪なるエイボンの書」 ダレッタアクシャクの「悪名高き」「主食経天儀」「フォン・ユンツとの無名再聞き、このルードヴィヒフィ・プリンの地獄めいた」「容器の秘密」がその彼が噂でしか聞いたことのなかったあるいは まったく知らなかった書物もあった。謎破本、治安の書、またボロボロになった一冊は全て正体不明の文字で書かれていたが、神秘学の学徒を震え戦わさずにはおらなかったいくつかの象徴や図表があった。明らかに地元に残る噂は、 嘘ではなかった。この地はかつて人類より古く基地の宇宙より広いとある邪悪の座であったのだ崩れた机の中に奇妙な暗号文字で埋め尽くされた小さな川荘の記録帳があった 手工のページには現在は天文学かつては錬金術や先生術といったうさんくさい学問で一般に用いられた伝統的な印「太陽」「月」「惑星」「座奏」「十二宮の図案」がびっしり書き込まれており章や 段落に分かれているるとところを見るとそれぞれの印がアルファベットの文字に当たると思われた後の解説に希望を託してブレイクはこの本を街灯のポケットに入れた彼を書棚にあるライブの書籍の多くに言葉にできぬほど魅了され いいいくつかにに来ようというと気になっていた。どうしてこれほどの長きにわたってこれらの書物が手をつけられずに残っていられるのか不思議だった見捨てられたこの地を守る襲いかかるような染み通るような恐怖に打ち勝ったものは60年間で自分が初めてなのだろうか。 1>, 1階を調べ終えたブレイクは再び幽霊じみた振動の誇りをかき分け表の玄関に出たここから黒塗りの塔および先頭角も長く遠望しなじれた大将に登ると重しき階段があるのを見たのだ熱い埃りと狭苦しい空間で 雲どもがやってのけた最悪の仕事のせいで道長は何とも行き詰まる経験だった狭い木の階段は一段一段が高く螺旋を描いていたところどころに曇った窓があって目のくらむような外の死骸が見渡せた下がっているロープはなかったがとうに 金金か金の組み合わせがあるだろうと期待していた。彼は鎧板で覆われた狭い縁突窓を持つその塔を双眼鏡で何度もつぶさに観察してきたのだここでは彼は失望する運命にあった階段を上り詰めたところの部屋には金がなく明らかにまるで違った用途に 当てらられたたのに気づいたからだ「その部屋はおおよそ二間半四方で四つの鋭突窓からわずかな光がさしていた」「窓は四方に1つずつあって鎧板による日焼けは傷み内側にガラスが挟まっていた」 その上に不透明な覆いがぴったり固定されていたがこちらの方はかなり腐り落ちていた埃が積もった床の中央部から不思議な角を持った石柱が立ち上がり高さが1メートル強平均的な直径が6 0ンチほど各側面には怪奇な 解目理解不能な象形文字がそやに刻まれていたこの石柱の上には奇妙に非対称な形をした金属の箱が安置しており長板のついた蓋が後ろまで開けてあった中を見ると幾十年もの埃りの下に差し渡し約10センチの卵型 ないしは歪んだ休憩の物体が収められていた。石柱の周りには背の高いゴジック式の椅子が7脚ほぼ無傷の状態でおおむね円形に並んでおりその後ろには黒い羽目板に沿って黒塗りの崩れた巨大な石膏像が7体あった。 それらは何よりも神秘的なイースター島の謎めいた巨大石像にそっくりだったこの雲の巣だらけの部屋の一角にははしごがあつらいてあってそれを登った先は窓のない先頭に出るための閉じた落とし戸だった最高の悪さに 目が慣れてくるにつれブレイクは黄色っぽい金属製の蓋の開いた奇妙な箱に風変わりな浅浮き彫りがあることに気づいたそばに近づき手とハンカチでホコリを払ってみたするとそれらが写っているのは一つの周回などこまでも異質なものだった 生物のようでありながらこの惑星で進化したいかなる基地の生命形態とも類似性がなかったのだ10センチの球形と見たものは多数の微細な不整形の表面から構成され赤い乗線を持つ漆黒の多面体で極めて得意な結晶の一種とも鉱物を 高度に研磨し彫刻を施した人工物とも言えたその物体は中央部に巻きつく金属の帯と7本の奇妙な衣装を持つ棒でそこから浮かしてあって指示棒は水平に伸び箱の上部近くで内壁の角の部分に固定されていた。 とたび炉にされるとこの石はブレイクをほとんどぎょっとするほどに引きつけた彼は目を引き離すことができず見つめているうちにその輝く表面が透明になり中に不思議な世界が出現しかけているように思えてきたのだ彼の心の中に流れ込んできた絵は 巨大な石塔が立ち並ぶ畏敬の天体大いなる山脈がただなずく生命の形跡のない別の天体曖昧模糊とした暗黒の中に稼働のみが意識と意志の存在を物語るさらに遠く離れた幾多の宇宙だったなんとか視線をそらすと 小塔に登るはしごに近い奥の方の片隅にどこか変わった埃の山があるのが目に留まったなぜそれが注意を引いたのかわからなかったが外形の何かが彼の無意識に語りかけたのだ床の埃と垂れかかる雲の巣を払いのけながら行くとそこには 何かしら残酷なものがあることが分かってきたやがて手とハンカチが真相を明らかにしブレイクは織り交ぜながら情動に当惑し息をのんだそれは人間の骸骨で大変長い間ここにあったものに相違なかったイフクは、 ボロボロになっていたがボタンと端布が灰色の背広であることを示していた他にも証拠物件がいくつかあった靴金属製の留め金ラウンドカフス用の大きなボタン古風なネクタイピン昔のプロビデンス電信社の長入った寄進章、 朽ちたのポケットメモブレイクは最後のものを注意深く調べその中に昔発行された紙幣1893年用の広告入りセルロイド製カレンダー「エドウィン・ M ・リリブリッジ」という名前の名刺鉛筆書きのメモ用紙を見つけ出した。 このメモ用紙はかなり謎めいていてブレイクは西向きの暗い窓のところで注意深く読んだ取り留めのない文章には以下のような語句があった「江ノ久望遠教授エジプトより1844年5月帰国」。 古いバプテスト教会を6月購入考古学の業績神秘学の研究で知られる第4パプテスト教会のドローン博士1844年12月29日の説教にて星の知恵教派を警告45年末で信徒数 1846年失踪者3輝くトラペゾヘドロンへの初の言及失踪者71848年血の生贄の噂始まる1853年の操作成果なく終わる音の噂 オマリー神父エジプトの大遺跡で発見された箱を用いた悪魔崇拝について語る「光の中では存在できない何かを呼び起こした」と「弱い光からも逃げ強い光で追放された」「そして再度召喚されるに違いない」「49年に星の知恵宗派に加入した」 フランシス・ボウの「臨終の告白」で聞いた模様教習院によると輝くトラペソヘドロンは天国異界を見せる闇をさまよう者が何らかの方法で秘密を開示オリン・ B ・エディの話1857年彼らは結晶を凝視して それを召喚。彼ら独自の秘密言語がある信徒200以上が会合1863年出生者を除くアイルランド系少年たち教会襲撃1869年パトリック・レーガン失踪後はっきりしない新聞記事 1872年3月14日付住民はこのことを語らず失踪者61876年ドイル市長秘密委員会収集決議採択1877年2月業界は4月閉鎖へ。 ギャングフェデラルヒルヒボーイズ博士を脅迫教育委員も大正5月77年末までに181名死を去る氏名不明1880年頃から会談始まる1877年以降教会に入った人間は いいないとの報告を確認してみるラニガンに1851年撮影の写真を依頼紙をメモ帳に戻し一緒に街灯のポケットにしまうとブレイクは振り返って埃りの中の骸骨を見下ろしたメモがゴンガイに意味しているところは「 あまりに明白で疑いの余地はなかった42年前この新聞記者は誰一人として扱う勇気のなかった徳種を追って荒廃した大キャランにやってきたのだ多分他に彼の計画を知っている者はいなかっただろうが誰にわかる だが彼は社に戻ることがなかった勇気でもって押さえつけていた恐怖が彼を圧倒し急な心不全を起こさせたのだろうかわずかに光る骨の上に屈したブレイクはその異常な様子に気づいたひどく散らばっているものもあれば足の方が 奇妙に溶けているものも一部にあったそれ以外のものは不気味に黄色くなりなんとなく焦げた感じになっていたこの焦げ目は衣類の一部にも及んでいた頭蓋骨は得意な状態だった応戦し 頭頂部には焦げた穴が開いていてあたかも何か強力な酸が硬い骨を溶かして食い込んだようだったこの地における四十年間の沈黙の埋葬がいかなるものだったのかブレイクには想像できなかった気付いた時には彼は再び石を見て その不可思議な影響のままに心の中で星雲上の壮麗な光景を描き続けていった。<music>